天野高重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。大内氏、毛利氏の家臣。秋山野氏は、藤原南家工藤氏の一族で、秋国に下校し黒人化したもので、高重の系統は、天野正貞から始まる金名山天野氏にあたる。同じく、秋の国人である天をき、天野沖継、天野協定、天野元定めの一族の系統は、 清浄山天野氏である。文紀三年、秋国近名山城を本拠とした国人、天野元帝の長男として生まれる。はじめ大内氏に従属したが、天文二十年に、大内義隆が、東高草の謀反によって殺害されると、毛利元成に従属した。高重の妻は、福原貞都氏の妹だったため、毛利元成から厚い信頼を受けた。その後は、 ある程度の独立性を維持しながらも、毛利氏に従い津久島の戦いや、傍聴計略など多くの戦いで活躍した。出雲国の天子氏が滅亡すると、合算戸田城の城代を任される。a 6十2年、天子勝久率いる天子最高軍が、大き国より出雲に上陸し、出雲奪還へと行動を開始した。これにこ氏残党も一斉に放棄して、これに加わり、 六千を超える人数が、天子最高軍の勢力下に入った。当時、毛利氏はその主力を、北九州の大友氏との戦いに向けており、ガスさんとダジョウを守る兵はわずか三百であった。しかし、高重は、上司の毛利元秋と相談して、一計を暗示、降伏する、胸の所上を送り天子最高軍を、ガスさんとダジョウに誘引して、奇襲をかけ、 秋上げ胸の部率いる二千の兵を散々に打ち破った。この敗戦の後、天子軍は、ガス山とダ城に籠もる毛利軍を伏兵により、殲滅しようと格索し、城下の清安寺に、山中高生らが率いる千の伏兵を置いた。高重はこれを察知して、清安寺に静かに近づき、鉄砲や矢を寺内に猛射して、またもや打ち破った。これにより、 天子川の戦意は失い、城攻めは、硬着状態に陥った。その後、毛利軍本隊が大軍を率いて、出雲国へ迫り、天子軍によるガス山戸田城の包囲を突破市場を、解放した。天正12年3月7日に死去。去年82。墓所は、山口県岩国市周東町西五房のうちの、大梅山通過寺にあり、高重夫婦は子、 原価夫婦と共に眠っている。ありがとうございます。